状況やばくない？明日の朝までどうしよう。あたび、こんにちは、あおです。今日もあたび始まりました。現在私は北海道からフェリーで本州に渡り、東北旅の真っ只中です。現在は青森県にいます。前回の動画では本州最北端の大間崎や日本三大霊場の恐れ山がある下北半島を回ってきました。で、今はですね、恐れ山を出て、これ下り道なんですけど、これから紅葉の名所と言われる奥入瀬渓流と十和田湖に行ってみたいなと思います。奥入瀬渓流はね、みんなが紅葉が綺麗だよってね、すごい教えてくれたところなので、めちゃくちゃ気になってました。恐れ山からね、だいたい135キロぐらいかな、3時間弱で着く予定です。じゃあ早速行ってみましょう。今日もよろしくお願いします。あたびということで、いきなりですが奥入瀬渓流着きました。イエーイ。なんで途中がなかったかっていうと、雨にずっと打たれてました。結構ね、土砂降りだったんですよ。だから、あ、もうこれ今日は撮影終わったなって思ってでもね、奥入瀬渓流に着いた瞬間に雨が上がったんですよ。いい最高。まあ欲を言えばね、ずっと晴れてては欲しいですけども、まあ見せたいところだけね、撮れればもう十分です。いやー、しかしすごいですね、紅葉のトンネルというか、めっちゃ綺麗。なんかね、私もっと真っ黄色、真っ赤みたいなね、景色を想像してたんですけど、結構ね、緑も多くて、これはまだ色づいてないのかな？それとも結構落葉してるから、トップシーズン過ぎてるのかな？どっちなんだろう。初めてね、秋に来たのでわかんないんですけど、ご存知の方がいたらね、コメント欄でぜひ教えてください。いやー、すごい気持ちいいなー。あ、なんかある。ちょっと寄ってみましょう。綺麗。なんか滝みたいなのがちょこちょこある感じなんですね。この辺り夏とかすっごい涼しそうですよね。しかもこんな川の隣でマイナスイオンもたっぷり、それはそれでね、気持ちよさそうです。他の季節も来たいな。東北はね、夏しか来たことがないんですよ。で、今回秋に来れたので、次は春ね、機会があれば走りに来てみたいですね。急になんか土の道になりました。もうね、雨でドロドロになってるんで全然気にしないです。バイクはね、汚れちゃうけど、やっぱね、土の方が目になりますね。あー、すごい綺麗。あ、アスファルトに戻った。若干晴れ間も見えてきましたよ。夕焼けとか見れるかな。あ、景色が開けてきました。あー、十和田湖かな。うわー、夕焼けすっごーい。いやー、めっちゃ綺麗。雨の後の晴れまでね。あー、これは綺麗だわ。十和田湖着きました。雰囲気あるね。
実はですね、私朝の3時半からご飯何も食べてないんですよ。走るのが楽しくてね、ご飯食べるの忘れてずっと走ってたんですけどいい加減お腹が空いたので、この辺りね、お店もそうなので何か探したいと思います。ご当地グルメ的なの食べたいね。調べたらね、十和田バラ焼きっていうのと姫マスがね、ここの有名らしいです。よし、じゃあちょっと探してみます。一周してみたんですけど、お店全部閉まってるんですけど本当にね、お店が一軒も開いてなくて、これみんなホテルで食べてるのかな。コンビニとかもね、ちょっと遠いんですよ。今から一泊二食付きとかある？この状況やばくない？多分ね、朝食付きだったらあると思うんですよね。ビュッフェとかも多いから。ただね、明日の朝までどうしよう。ほんとね、行き当たりばったり旅をするとね、こういうことになるんですよまあね、こういうのも楽しいんだけどねちょっとバイク止めて宿探します。あるかな、ご飯付き。はい、ということで今日のお宿はバックパッカーにしてみました。二段ベッドがある。晩ご飯がね、あったんですよ。よかった。で、晩ご飯が6時半からなので、それまでに温泉に入りに行きたいと思います。二軒隣がね、温泉らしいので、ちょっと早速行ってきます。温泉はこのホテル十和田荘の日帰り入浴。行ってきます。はい、すっぴんですいませんお風呂ね、めちゃくちゃ良かったです。なんだろう、ちょっとね、薄い茶色がかっているお湯かな。今もね、体の芯までポカポカします。すごい良かった。やっぱね、冷えた体には温泉大事ですね。あとね、外出てびっくりしたのがね、星がね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。さすがにね、ちょっとこれでは映らないと思うんですけど、すっごい綺麗。今日ね、あんなに曇ってたし、雨まで降ってたのに、十和田湖は大満喫してますねじゃあ晩ご飯食べに帰りましょう。あたび。今ね、夜の9時半です。もうね、お腹もいっぱいになったし、お風呂も入ったし、全部終わったので、今日はね、寝たいと思います。まだまだね、東北旅続きますので、よかったらチャンネル登録して、見守ってください。この動画が面白いなと思ったら、グッドボタンもぜひよろしくお願いします。ではまた次回のお旅でお会いしましょう。おやすみなさい。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。